私がこの土地で開業したのは18年前である。無論戦火で私の病院も焼け失せたが、戦後甥の五助を院長に迎え、面目を改めて再出発してからちょうど1年。明日は1周年記念日である。その前夜祭、明日の記念日には本日休診の札をかけ、私はゆっくり昼寝をして日頃の疲れを休めたいと思っている。婆屋のお京も、あたしも昼寝させていただきます。看護婦の滝さんは、私はどっかに行きたいな。箱根か熱海。賛成。私もゆっくり温泉入りたい。ところが五助院長は、僕は反対だね。湯山に行くのはいいが、箱根熱海で停滞するのは窒息だよ。先生私は採血を与えるために。愉快なことは通俗的であった方がむしろ多感をそそる場合が多いよ。温泉行きに決めたらどうだい。翌朝一行はまだ暗いうちに出発した。五助院長も通俗的な温泉行きに賛成したのである。久崎中に参りました。足を込まって敵の正面に展開し、一望を持って側面を圧迫すべし。ああ、分かった分かった。さあ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 、こっちへ。岡崎中尉、お前はこの木の下に寝転べ。部隊長殿、作戦中勤務怠慢に。黙れ。お前はいつもこの木の下に寝転んで、左足の膝坊主へ右足のかかとを乗せてノーノーと昼寝をしとるじゃないか。はい。命令だ。わしの見る前でそれをやってみろ。命令のあるまでそのままにしとれ。先生、あよしよし、よし、大丈夫だ、大丈夫。先生、治らないもんでしょうか、あの病気。まあ、無理だろうな。たった一人のせがれだけに、なおさら。まだ幸せだよ、お前さんは。気違いでも肩でも生きて帰ってきた。わしゃ知ってるんですか。うるさいな。今日は休みだというのに。誰だい。本日休診ですよ。先生、松木です。松木プリスです。事件かね。ああ、すいませんが、ちょっとご診察を。この娘かね。ああ、乱暴者に襲われたんです。うん。
まあ、こっちお入り。松木君、いつだい事件は。昨夜です。理事長先生、この娘さん大阪から来たんです。大阪。ああ、この土地のアパートにいる知り合いの青年を訪ねてきたらしいんですが、いくら探しても目的のアパートは見つからない。シアンに余って通りすがりの人に尋ねると、あ、それはね、ほら、あそこだよ。まるっきり本学が反対だって言うんです。お前しょ、持ってらっしゃるかね。いや、よろしいんですの。いいからお貸しなさいよ。よろしいんです。お貸しなさいよ。なきゃしょうがねえね。付き合いよ。おい。おい。声を立てると承知ねえぞ。これ。時計か。そうだね君、今話した通りだね。ん、この女性なかなか口が固くて、自分に尋ねるアパートの名前も言わないんです。ひどい目にあったんで、もうその人にも会えないって言うんです。その人ってのは君と相思相愛なんだろ。ん、そうなんだろ。さあ診察しましょう。あ、お願いします。とんだ災難でしたね。さあさあ診察。嫌です。後で困りますよ。診察しておかないと、犯人が捕まった時に証拠がないしね。さあ。いいえ、もうよろしいんです。わけない、すぐにすぐ。さあさあさあ。いや、ね、いや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 
なに心配することはない。ね、さあ、立ちなさい、立ちなさい。ね、よしよし、さあ、さあ、解散。松君、老害だね、その居眠りたるや。交番で練習したのかね。すいません、もうお済みですか、ご診察。方法教えといて、一人で手当てをするように。大丈夫ですか、一人で、うん、毎日自殺でもすると。泣いてますよ、うん、かわいそうに。お茶でも入れようかね。長期戦になりそうだ。恐縮です、せっかくの休みを。いやいや、また鳴ってる。ごめんください。どなたです？あの、先生にお目にかかりたいんですが。本日は休診ですよ。顧問の先生にお目にかかりたいんです。休診だからダメなんです。あの、休診だからお伺いしたんです。わからない人だね、休診だから。どうしたんだね。わあ、先生、本当にしばらくでございました。どなたでしたかな。お忘れでございますか。私、湯川。あ、湯川道夫さん。はい、さきつき疎開先からまた戻ってまいりました。あ、そう。いや、松君、この人はね、18年前わしがこの土地で開業した日に日の一番に来てくれた患者さんだよ。さあ、ごめんなさい。さあ、お上がり、お上がり。さあ、おかけ。先生、その節はいろいろお世話に。大変だったね、あの日は。さあ、まあかけなさいよ。二昔も前のことだが、今でもはっきり覚えてるよ。昼頃だったね、あんたが戸板に乗せられてカチン込まれてきたもん。怪我でもしたんですか。いや、帝王切開というやつだよ。そりゃ大手術だ。初めての患者だ、うん、助けたい。私は夢中でメスを取ったよ、うん、胎児が直に手に触れる、その足を掴んで引き上げる、うん、もはや胎児でなくて赤ん坊だ。赤ん坊は泣いた、もう大丈夫だ。二つの命が、母と子が助かった。私は涙が出たよ。先生、その子がもう19になりました。実は先生、そのせがれに言われまして、あの時そのままになっておりましたお勘定を持ってまいりました。18年前の勘定を。はい、あの時のお勘定書き通り持ってまいりましたんで、お恥ずかしいんですが。いくらだったかな。はい、240円でございます。あんた今稼ぎは。はい、光物を集めております。それからせがれが会社の給仕をしております。妻のいい時で結構だが。いいえ先生、このお金はせがれが稼いでせがれが持ってけって申したんでございます。命を助けてくださった先生に踏ん切りをしてはいけないと申すんでございます。律儀だね。確か俊蔵君。はい、名前も先生につけていただきました。いや、いただいておこう。わざわざどうもありがとう。それから先生、その中に俊蔵の手紙が入っております。手紙。はい、なんでございますか。俊蔵は手紙きちがりようでございます。暇さえあると手紙を書いてお知り合いの方に出すんでございます。マニアだね。それは手紙マニアってやつだよ。病気でございましょうか。趣味だよ、道楽だね、一種の。実は先生、今日も一緒に参りましたんですが、お会いするより手紙の方がいいって申しまして、表に待ってるんでございます。なるほど、こらマニアだ。お、これローマ字だね。はい、会社で暇があるとタイプライターで打つんでございます。私は母が先生の手術を受けて、桃太郎のように童話的な生まれ方をしたのだと思いますが、生まれてよかったか、生まれない方がよかったか、どっちがよかったかといえば、
それは生まれてよかったと思います。先生、ありがとうございました。お？もう済んだのか？異常はないね。昨夜のことはあんたの責任じゃない。吉が犬に噛みつかれたようなもんだ。な？では先生、お探ししました。元気を出すんだよ。ん？先生、どうしたんでございますか？バカ者にいたずらをされたんだよ。バカ者に？うん。かわいそうに。あ。じゃあ、ごめんください。ああ、さよなら。よう。やれやれ、厄介な商売だ。病人のいる船は、あ、これは先生ですか。どうもご苦労さん。今おいでるか今おいでるかと待っておりました。どんな具合なんだな。どうもかかざえもんがめまいを起こすんでね、産後の日立ちというやつだろうかね。よしよし、見てやろう見てやろう。あ、危ないですよ。ありがとうありがとう。よっ、どこでしょ。お、よよよよ、よし。いや、これはどうも狭いな、こら。よっ、よし。どうだい、うん、頭痛はするか。はい、曇った日は特にひどいんでございますよ。天井は昼間も閉め切っとくのかい。はい、大概。うん、変なこと聞くようだが、おい、この船は時々博打場に使うんだろう。それで天井閉めとくんだろう。いや、私は仲間入りしないんだ。勝負の間中赤ん坊抱いて外に出てるからね。天井閉めとくから息苦しくて散布が脳貧血を起こすんだよ。おかみさん、お産の時は里へ行くんだな。船の中じゃ窮屈だよ。でもね先生、うちを開けると心配なもんでございますよ。うん、こいつ、俺が遊ぶとでもってやがる。人様の前でとんでもねえ。まあまあ、大事にするんだな。じゃあ、明日また寄るよ。あ、先生、ちょっと。あ、先生、うん、これはつまらんもんだが、お土産だ。そうかい。つまないな。いや、いや、爆死のことは黙ってるよ。何もよろしく。あ、いや、これはもったいないことをした。どなた、どなたですか。おい先生、いるだろう。お留守です。すぐ帰るんだろう。さあ、はあ、待たしてもらうよ。あの、今日はお休みです。分かってるよ。お松さん、ねえ帰りましょうよ。やばいよ、指を切るなんて。君は帰れ。ねえ、やめてちょうだい。お願いだから帰りましょう。いいから帰れ帰れ帰れ。何言ってんだ。ねえやめて。やめねえ。じゃあいいわ、勝手にしなさい。あんたの好きなようにするといいわ。ん？なんでお前、怒ったのか。怒んなよ。
怒んな怒んな。先生、先生。なんだい。先生、麻酔の注射やってもらいたいんだ。麻酔？お。先生、やめさせてください。この人は指を。女は引っ込んでろ。何か出入りがあったんだね。それで指を詰めるんだね。義理が立たねえんだよ。つらいね、あんた方の世界も。さあ、まあお入り。先生、女は引っ込んでなさい。まあおかけ。さあ、今回一緒に来たの。いや、下手の女だ。愛人だね。あんた名前は？俺は柿地って言うんだよ。年は？24だよ。柿地君。おう。わしのせがれも24だったよ、指を切られた時。おお、やっぱり遊び人だったのか。戦地でさ。戦地？戦死したんだ、ビルマの山奥で。生き残った戦友がせがれの小指を切って焚き火にくべてお骨にして、メンソルタムの入れ物に入れて持ってきてくれたんだよ。こうしてその入れ物を振るとね、カラカラって音がするんだよ。お骨の音だ。寂しい音だよ。カラカラ、カラカラって。ほら。あんた両親は？うん、田舎におふくろがいるよ。あんたも指を切ったらメンソレタムの入れ物を入れて田舎へ送ってあげるといいね。おふくろさんもきっとこうしてカラカラ。ああ、やめてくれ。俺はことの話聞いたんじゃねえ。注射やってもらいたいの、注射。これは悪かったな。よし、やろうやろう。先生。うん、なんだ。ガス会社。何？7500。ダメダメ、今日は留守だ、みんな留守だよ。しかしね、柿地君、もう一度考えてくれないかい。あんたの指とあんたの言う義理とどっちが大事か。いや、よしんばわしのような盲録医者でも場違いなことは嫌だからね。嫌ならいいんだよ。医者はここ一軒じゃないんだ。よそ行くのかい。義理が立たねえんだ。義理が。義理か。でもね、先生、もう一度考えてみるよ。あ？帰ろう。先生、食事の支度ができておりますが。おう、一本飲んでゆっくり寝よう。それから警察から電話がありました。警察？留置所で急病人ができたそうです。おやおや、お預けかい。あ、ばや、卵をもらってきたよ、ほら。ああ、これ、割れた。よう、やってるな、おしゃれかい。これはいいな。わしもやってもらおうか。そうか、やってくれるかい。じゃあやってもらおう。おい、すぐかい。よし、じゃあやってもらおう。かしこまりました。先生、ご苦労様です。ああ、病人だってね。これが先生、仮病らしいんです。おいおい、君、今日は休みだよ。それなら何もらった。先生、今や民主主義です。仮病と分かっていても診察していただかないと後で警察が上げ足を取られます。昨夜の暴行犯人の連れの女です。え、犯人を捕まえたのかい。スピード検挙でした。私一人の手で捕まえたんですが、実に大取り物でした。主犯共犯とも天に満ちまいです。一網打尽というやつだね。
帽子の手がかりだったんです。被害者の証言によると、犯人がソフト帽をかぶって、それがてっぺんを潰して、カンカン帽のような格好をしたというんです。昼頃でした。そのおかま坊と連れの女をマーケットの前で見かけたんですが。おい、やろうか。よしね。行こう。すれ違う瞬間、私の肋間にピンと来たんです。こりゃ臭い。お腹すいたね。しばらく後をつけていくと、二人は逃してならじと。おい、ちょっと待て。聞きたいことがあるんだ。誰だ、待て、誰かあの女を捕まえてくれ。漏らさず、果して彼らが昨夜の。すべてがこの調子です。リーチ場へ入るとにわかに腹痛を訴えましてね、うちで静養させなければ人権蹂躙だと怒鳴り散らすんです。民主主義だね。とにかく診察しよう。お願いします。どうしたんだい。さあ見てやろう。どうだ、よっぽど痛むのかい。先生、痛いんです。おかしいね。脈拍は普通だし、熱だってないようだ。でも先生、痛いんです。舌出してごらん。ほう、いい色だ。エンマ様が抜きたくなるような舌だよ。あ、痛い。もう診察は済んだよ。先生、待って。女に恥かかせるもんじゃないわ。誘惑かい。せっかくだが、医者にはストリップは珍しくない。かいんの。わしには仮病は治らんよ。何さ、何が仮病なのさ。太鼓だってね、先生、叩いてみなきゃ音がすっかどうかわかんないんだよ。ろくに診察もしないで仮病だなんて人権蹂躙だわ。何さ、やぶ医者、やぶ医者のバカ野郎。俺を参考人に呼ばれたんです。大阪へ帰るのかね。いや、もう大阪へ帰れないと言ってるんです。それで当分湯川親子のうちに厄介になるそうです。湯川親子。ほら、今朝先生のところから一緒に帰ったでしょ。すっかりあの娘に同情しましてね、行くところがなかったら止めてやると言ってるんですよ。どこだね、湯川のうちは。工場の裏手の長屋です。おお、ばあやんとこの近くだね。うん、そうですそうです、あの長屋の外れです。あの男です。あの男が犯人です。ん？おい、君。お、額に擦過傷があるね。手当てをしてやろう。ほら、ここに傷がある。ここにもある。
ほら、ここにもあげる。ほら、ここにもあるぜ。よせ、手当てをしてやるよ。何だ。おい、君は何だってあんなハレンチな声をしたんだい。かわいそうに、若い娘の夢を無残に踏みにいっちまったじゃないか。お前のような風天は、鉄格子のはまった病院が一番いいんだ。ゆっくり入院して、その腐った根性を治してこい。これが、昔の足だったら思いなくかり…バカ野郎。先生。うん、今、お宅から電話がかかりまして、盲腸患者が担ぎ込まれたそうです。おい、君、本日休診。婆やさんも断ったそうですが、どなたか担ぎ込んじゃったそうです。担ぎ込んだ？はあ。それじゃあ、君、家宅侵入罪だよ。とにかく先生はお留守なんですからね。ああ、この先に横田医院ってなりますから、そっち行ってください。だけどね、まだ横田医院じゃねえ。おこの風景見てね、部屋がいっぱいだからダメだって言うんで。ここもいっぱいかね。待たしてもらうぜ。しかしな、しかしする。今楽にしてやっからな。あんまり楽になりすぎちゃいけねえけどな。どうした先生。いや、先生がね、一発この野郎の手術やってもらおうと思ってね。おい、止めしょ。おい、まあ、待っとくれ。今日は休みだし、看護婦もいないんだ。いや、そんなら、ゾウさんもね、ほらね、兵隊の時ね、衛生兵だったんでね、もうちょっと手術ならゾウさんもね。お、止めしょ。まあ、うん、これはだいぶ苦しそうだな。いつ発病したんだね。先生、こいつの盲腸はね、もう慢性なんでね。ところが今度ばかりは乳酸菌もいいから死ぬ苦しみでね。寝やがんねん。二日も三日も放っといたのかね。いや先生、こいつはいつもの通り自薬で治すつもりでね、ガブガブ飲んで頑張ってたんだ。ガブガブ飲むって何を飲んだ。箱部とごぼうを煎じたのがこいつの自薬でね。この野郎の言うには、箱部は、盲腸の腐れを水にする。その水をごぼうがガスにして、したから。そんなの先生、ちょっと前つばだね。眉唾だね。それ、止めしょ。はいよ、ほらよ。はい、待て、曲がるんだよ。何しちゃんじゃん。はい、すぐ。はいよ、ほら、右曲がって右。バヤ、横田院に電話かけて。看護婦一人借りてくれ。先生、大変ですね、お休みなのに。仕方がないさ、命を預かる商売だもん。もう半分もらうかな。先生、今夜だいぶ召し上がりましたよ。もう半分、貧乏くじを引いたからな。今日の休診は。お、ばあや、帰ってきたよ。ほら、みんな帰ってきたよ。おい、どういった？遅いじゃないか。なんだよ、桃太郎。おい、俊蔵君だよ。俊蔵さん、こんばんは。どうしたい、俊蔵君。先生、SOS です。SOS？ あ、今会社の小塚さんのうちにお産があるんです。お産婆さんが来たんですが、赤ん坊が生まれないんです。それで僕 SOS 頼まれたんです。あ、それは胎児次第だよ。お産婆さんちょっと来て、サジ投げたと言って帰っちゃったんです。先生、SOS です。で、うちはどこだ。その近所です。よし。先生、今夜だいぶ飯上がってますから。あや。SOS だよ。先生。おっ、ばや、おば。本当にもしものことがあってもすれません、やだす。やだってすまん、本当に。それから先生、優子さんがよろしくと言ってました。おお、そうそう。君のところに厄介になってるそうだな、あの子。ええ、僕が尊敬しちゃったんです。尊敬？だって先生、優子さんはタイピストで1分間にオーブンタイプ100時です。カチ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 。すまないが、俊蔵君、その辺行ってリンタクを。先生、僕、たどん屋のたくさんにリアカーを借りてきたんですよ。なんだ、たどん屋のリアカーへ乗せるのかい。そいつはいい。
先生、今夜だいぶ召し上がってますから。心配無用だよ。戦争前の頃にはどんなにフラフラしてたって自分で運転して駆けつけたもんだい。先生、ある晩なんかね、大酒を飲んで手術をしたんだが、翌朝になって自分がどんな風に手術をしたかさっぱり思い出せなかったよ。これはいかんと思ってね、すぐ羽を着て患者のうちに駆けつけたんだが、ちゃんと適当な手当てが施してあったよ。職業意識というものは大したもんだ。先生、ここですよ。おい、優子さん、どこが悪いんだい。先生、優子さんじゃないですよ、小塚さんですよ。ああ、そうかそうか。さあ、よし。あ、危ないですよ、先生。こっちこっち。2番線から急行三鷹行きが出ます。お乗りの方はお早く願います。はーい。先生、違いますよ、こっちですよ、こっち。違うのかい。先生、ここですよ。なんだい、やっぱり電車に乗るんじゃないか。先生、そうじゃないんですよ、こっちです。坊や、こんばんは。いやいや、寝てる寝てる。先生。おう。すみませんでした、こんなに遅く。いや、遅くなった遅くなった。どうだ。お腹すいたでしょ。さあ、お上がんなさい。あったかいうちに。さあ、これであんたの寝巻きもできた。あら、まだこんなとこがほころびてる。あら、お上がんなさいよ。ねえ。すいません、ご迷惑かけて。ヒューコさん、あんまりくよくよしちゃいけませんよ。いきさつは松木巡査に聞きましたからね。災難なんてものはアリの行列みたいなもんですよ。くよくよしてると後から後から来るもんなんですよ。なあに、真っ暗闇を歩いてぬかるみに足を踏ん込んで一丁らの着物をちょいと汚したと思うやね。私、大阪へ帰ったらよろしいんですか。いいんですよ、優子さん。もう大阪へも帰られへんし、行くとかない。なんだって東京出てきたんだろうね。第一艦上小隊を先頭に各小隊とも所定の位置につけ。非常。大隊本部よりの情報によれば、騎兵力約300は東部2省を目標に前進中である。ゆうたく、おやめ。敵の現在地は真冬山南方約3キロ。各小隊、こら、貴様早く集合せんか。はい。こら、貴様何しとるか。微速せ、微速に。お騒がせて申すわけございません。貴様、態度はぬるいぞ。軍装を乗せんとはな、軍装も。注意だな。タン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 テシテタショートラッパです。テテテテタテキテタショートラッパか。解散。さあ、お入り優作。また競輪？お待ち。
明日こんだけ儲かる。だから元でを貸せって言うんでしょ。そうは問屋がおろしませんよ。兄さん、兄さんは他問屋の竹さんでしょ。どうして真面目に他問を作らないの。他問屋は他問を作るのが。分かったよ、分かったよ。今夜ご機嫌が悪いね。兄さん。ん？今夜思い切って手紙書いたのよ。誰によ。柿吉さんよ。もうおしまいよ。何もかもおしまいよ。あんなものとは付き合わなくたっていいやな。あれはおめえ、よたものだ。さあさあ、今夜おめえもう寝なよな。いいわよ。よしよし、またよし。いいってば。兄さんが悪いのよ、だらしがないから。何がよ。この春、お父っつぁんが死んだ時、兄さんお金がなくてお弔いが出せなかったじゃないの。親のお弔いが出せないなんて、こんなみっともないことはないって言うから。だから私、目をつぶって目をつぶって。お待ち。おい、おめえと。この間から時々めまいがすんの。めまい？おい、しっかりしろ、しっかりしろ。具合が悪かったら医者に診てもらわなきゃダメだよ。誰が稼いでくれんの、お医者の費用は。それはおめえ、兄貴がついてらが。いい兄さんね。こんばんは。リアカーありがとうございました。巨大円がですか。何？余計なこと言うなよ、ガキのくせに。はい、おやすみ。しゅんちゃんかい。うん。そこにおそばがあるよ、お上がり。うん。俊蔵が帰ってきたんですよ。おやすみなさい。翌日からまたいつもの通り忙しい三雲病院である。ごめんください。はい。僕急ぐんですが、すぐお願いできますか。ご診察でございますか。手術をお願いしたんです。手術？え、どこが悪いんでございますか。体はどこも悪くないんです。じゃあ何の手術。これなんです。このレズミ抜いてもらいたいんです。女の方の名前ですね。この女は僕より年が上なんです。僕は脅かされてレズミしたんです。距離に急変ができたんですが、このレズミがあると変われません。父に叱られます。父は厳格なんです。僕は脅かされてレズミしたんです。嫌になっちゃった。ちょっと待ちください。先生、患者さんが見えました。ああ、早いね。急患かい。いえ、堀物手術です。学生さんです。バカなやつだ。学生のくせに堀物をするなんて。年上の女に脅かされたんだそうです。ますますバカなやつだ。お断りしますか。うん、うん、まあ抜いてやろう。バカな生活から抜け出すつもりかもしれないから。はい。おはようございます。いや、おはよう。堀さん、入れ墨の手術は僕がやりますから、今日はゆっくり休んでください。昨日の目合わせかい。昨日はベラボーに疲れたよ。何しろ君たちが出かけるとすぐ東本清掃、最後は電車住宅でしょ。夢を聞きましたよ。そうそう、遅くなってから電車住宅行ったっけが。はて、何だったっけな、電車住宅の患者。胎児肥大でしょ。そうそう、確かに胎児肥大だったが、はてな、どんな手当てを。いや、これか。おい、滝さん！おい、滝さん！
胸骨がドンされて。いいか、分かってるね。あ、早く。お前か。これは先生、ただいまこちらからお伺いしようと思ってたんでございます。え、病人は悪いのかい。いや、あの、ゆんべの手術治療のことでございますが、わしどもの給料は月末ギリギリの日でございまして。いやいや、いつでも。それより病人はどうしたい。それも先生、わしどもは発給でございまして。いやいや、とてもいっぺんには。それより散布は一体どうしたんだよ。よかった。よかった、よかった。あ、小塚さん。はい。水を一杯送れよ。はい。先生、あの、治療医は。水が欲しいんだよ。はい、飲む水が。はい。その帰り、私は回り道をして包みへ出た。昨日の砂利船を見舞ってやろうと思ったのである。バカなやつだ。船を動かしては散布によくないのであるが、船頭もまた多分勘定と博打のことを心配したのであろう。優子さんどうしたい。元気は出たかい。今朝俊蔵と一緒に会社へ参りました。おお、そうかい。でも先生、どんなにか気の毒な娘さんでございますね。先生はお顔が広いんでございますから、いいお嫁さんの口がありましたらお世話いただきでございます。嫁の口かい。よかろう、心がけておくよ。お願いいたします。うん、じゃあ。おや、もうお帰りで。うんうん、何、これからまだ一軒回るんだよ。この先の美濃島という屋敷であるが、この往診を五助院長たちは参勤交代と言っている。それは四十を過ぎたこの屋敷の主婦に毎月一回もっぱら美容を保つための医者としては無意味に近い手術の真似をさせられるからである。あんな美濃島なんかの言いなり放題になったんだ。区会議員だなんてでけえ顔しやがったって闇屋だ。闇屋の親方だ。お待ち、俺はこれから美濃島行ってくる。何しに。腹の虫が収まらねえんだ。一暴れして村物もらってくら。ねえ、そんなことしないで。心配すんな。ねえ、やめて。いいじゃない、ね、うるさい。山ちゃん、お待ち、美濃島のせいじゃねえのか。ここんとこ体の調子の悪いのは。まあ、俺に任しとけ。奥様。奥様、柿吉という男ご存知ですか。柿吉、知らないよ、そんな男。それじゃ奥様ゆすりです。何でも美濃島に合わせろって。旦那様お出かけだろ。奥様でもいいと言って。
奥様はご病気だよ。そう言いましたらふざけるなって。帰ったの？いや。バカ、お前バカだね。今日は忙しいんだよ。ほら。はあ。いいね。はい。奥様、三雲先生がお見えになりました。あら、三雲先生。まあ先生、お待ちしておりましたのよ。お待ちしますわ。遅くなりました。どうぞ。いやいや、どうどうぞおかけになってね、先生。私立の君は絶対でございますね。この間はね、山田様の奥様より三つも若く見られましてよ。でも奥さん、三つかよ上じゃないですか、山田の奥さんは。いいえ、同い年なんざんすよ。だって山田の奥さんは確か六。あら、もうずずしい。じゃあ四つもサバ読んでたんでございますね。それじゃあ私の方は三式一つ損ですよ。人ばかりしてる。なんですよ。あの、大説前さっきの男が。うるさいね、分かってますよ。行きますよ。先生、ちょっとお待ちになって。お客様、うん、いいよ。私、美濃島の家内ですけど。奥さん、慰謝料をもらいに来たんだ。なんですね、やぶから棒に慰謝料って。町の慰謝料だよ。奥さんも知ってるはずだ、美濃島が明日お手のお町に何をしたか。ん？ええ、知ってますよ。あの時はうんと身の自慢をとっちめてやりましたよ。私というれっきとした家内があるのに、何が不足でつまみ食い。そんなことはどうでもいいんですがね。俺はお町の慰謝料を。ちょっと。ん？なんて言いましたね、あんたの名前。柿地だよ。ちょっと柿地さん、あんたお町さんとどういう借り合いの人か知らないけど、慰謝料ってのは少し変ですね。身の島は何もお町さんを手ごめにしたわけじゃないでしょ。ちゃんとお金をやって。ふざけんな。ふざけたことを言うな。身の島はお町をわずかばかりの金で騙したんだ。お町の弱みにつけ込んだんじゃないか。柿津さん、あんまり大きな声しないでくださいね。若い者は気が早いですからね。あら、お前たち騒ぐんじゃないよ。分かってるね。お前たちが出なくたって話はつくんだから。え、乱暴するんじゃないよ。いいね。なんだい、お前たちも乱暴。バカ、なんだよそんな武装なもの持ち出して。危ないじゃないか。おしまいおしまい。いいかい、静かにするんだよ。むやみに飛び出したりすると承知しないから。え、いいね。うるさいね、お前たちは。何してるんだい。え、うん、いいんだよ。で、いくら欲しいの、慰謝料。遠慮なく言いなさいよ。5万?10万?15万あら、ちょいとちょいと、あら、かわいそうにダメになってるじゃないか。あら、まあ、あら、おかえり。その方が利口ね。怪我でもしちゃつまらないから。お客様おかわりだよ。引っ込んで引っ込んで。今のうちに。お待ちさんによろしく。先生。バカなやつですね。バカなやつだが、美濃島さんも罪なことをした。まったく主人には手はつけられませんよ。すげえな。おお、頑張れ頑張れ。先生、どうもありがとうございました。お町さん、やっぱり過労でございましょうか。店で倒れたのかい。いいえ、先生。私が仕事から帰ってまいりますと、めまいがするって言って道端にしゃがんでたんでございます。びっくりしてすぐ先生を。先生、病人はやっぱり氷で頭を冷やした方がよろしいんでございましょうか。それどころじゃないよ。え？
すぐに手術をしなくちゃダメだよ。何の手術でございますか？お腹の子供が死んでるんだよ。まあ、お腹に子供が、じゃあ先生、噂は、美濃島さんの噂はやっぱり本当だったんでございますね。手術は早い方がいいんだが、病人は手術料や入院料を心配してるんだよ。お前さんから話してすぐに病院連れてきてくれ。患者はいつだって都合のいい時でいいんだから。さようでございますか。どんなにかもう愛すみません。あの子にそう言って早速連れてまいりますです。はい、確かに連れてまいりますです。通しておくれ。ありがとうございました。さあ、お待ちさん、入院ですよ。手術をしていただくんですよ。いや、お金のことは心配しなくてもいいんですよ。先生もそうおっしゃってんですからね。だって丈夫になって稼いでお払いすればいいんですからね。威張るわけじゃないけど、私なんか曽我兄弟18年待っていただきましたよ。でもおばさん。いいえ、いいんですよ。貧乏にかけちゃ私の方が親分ですからね。親分の言うことは聞くもんですよね。さてと、何してんだよ、おばさん。どこ行ったんですね、今自分まで。儲けてきたよ。またパチンコですね。お町さん、入院するんですよ。手術するんですよ。手術？そうですよ。竹さんがぐうたらで、お町さんにばっかり苦労させるからです。立派な定職があるのに、お祭りの提灯みたいにあっちでブラブラ、こっちでブラブラ。本当にもう竹さん、ボロクソ兄貴の骨頂ですよ。うん、本官もそう思う。何よ、てめえにまで舐められてたまるけ。さあ出てけ。蹴れ蹴れ蹴れ、タバコ返せ。タケさん、早くお待ちさんのとこ行ってやりなさい。ああ、そうだ。おい、お待ち、どうしたい、どこが悪いんだい。患者こそか。しっかりしろよ。あ、早く帰ってこいよ。優作さん、やめなさいよ、優作さん。はい。お町が入院してから3、4日雨の日が続いた。どうですかね。うん、順調だよ。昨夜糸を抜いたからね。それと、ところで先生、あいつの手術料の件ですかね。野郎の女房が胃けいれんを起こしてね、ガキがおたふく風邪なんだ。そんなわけでね、もう少し。いや、いいよいいよ、そんなことは。バカに大きいね、その荷物。は、これは、これはね、野郎の機械なんで。手間のかかる野郎で。お邪魔様、ちょっと、野郎のところへ。ああ。先生、あの人困るんです。色情狂みたいなんですよ。色情狂？女の人の顔を見ると下品な話ばっかりするんです。同室の人も困ってるんです。そりゃいかん、けしからんやつだ。おばさん、退屈しのぎによ一発昔ののろけ話を聞きたいね。脂っこいところね。なあ善子。何言うんですね、くだらない。おばさんは昔は思いすん泣かせたこともあるって顔だね。そんなことありませんよ、バカバカしい。よくね、物足りないね。時におばさんいくつだね。私の年を聞いてどうするんですね。おばさんは御家さんだってからね。なんならね、もったいないからね。余計なお世話ですよ、本当に。いけすかね。いや、そうでないね。おばさんみたいにね、おつに済ました女がね、帰ってさ。ねえ、善くん。中野。
ほたるない巫女が。何を騒いでるんだね。へ。あんた方元気のいいのは結構だが、ここは病院だからね。へ。同志社のことも考えてくれないか困るよ。いや、わかりました。黙ってるな、造作もね。手術料は必ず払いますからね。無論払ってもらわなきゃ困るよ。ここは慈善病院じゃないんだからね。へ、承知しました。いや、まあ、都合のついた時でいいがね。へ。先生。ん？岡崎中将が参りました。またかい。グエだろ。岡崎中将参りました。いや、ご苦労。なんだ岡崎中将。グエだろ。負傷兵であります。負傷兵。うん。誰か怪我でもしたのか。航空兵であります。ん？航空兵？グイの負傷兵が苦しんでるであります。すぐおいでください。お願いします。ここ。先生、早く来てください。どこへ行くんだ。どこにいるんだよ、負傷兵は。はい、自分の敷地であります。これです。これかね、負傷兵というのは。宿舎の上に落ちておりました。なるほど、これは航空兵だ。子供だな、少年航空兵だ。これは鉄砲で撃たれたんだ。脳幹銃創だよ。軍も治るでしょうか。ああ、治る治る。大した傷じゃない。こら、じっとしとれ。帝国の軍人じゃないか。我慢しろ。先生、何してんですか。うん、ガンですね。いや、表しだよ。空の精鋭だ。空、よし。ご苦労でありました、うん、大事にしてやれ。は、会社もう引けたのかい。いえ、今日は休店日なんです。おう、優子さんよかったな、就職できたそうで。先生、やっぱり優子さんは優秀なんですね。テストの結果、即日採用なんです。それで毎日一緒に通ってるんだね。ええ、優子さんは今、うちでお弁当作ってます。うん、病院のお母さんに届けるんです。じゃあ、帰りに二人で活動写真でも見に行くといい。でも優子さんは映画なんかをして、記念写真を写しに行こうと言うんです。記念写真？再出発の記念写真だと言うんです。でも先生、そんなの現実的で深刻ですね。芝居じみてますね、記念写真に写るなんて。どうかね、僕なんか君ぐらいの若い自分にはロマンチックだったね。写真に写りたい写りたいと思ったもんだよ。どっかの娘さんと一緒にね。じゃあ先生、優子さんはロマンチックで男性的なんですね。いや、女性的で古典的なんだろう。おい、貸し官、数字言って患者を召し上げてこい。先生、患者ってガンのことですか。何をグズグズしてるか。はい、ガンは何を食べるんです。取り合いって買ってきてやれ。はい。弁当できたかい。あ、先生、俊蔵君に使いに行ってもらったから、わしが届けてやるよ。すいません。元気になったね。勤めは辛くないかい。ええ、俊蔵さんが親切にしてくれますから。うんうん、それは結構だ。世間には災難に遭うと悲観したりやけを起こしたりするものがあるが、そんなのは勇気のないやつだ。意気地なしだね。先生、おましさんの具合はどうですか。うんうん、心配ない。もう一週間もすれば退院できるよ。さあ、できたらもらっていこう。はい。お姉ちゃん、先生どこだい。返事ぐらいしろよ。先生は？お風呂ですよ。お風呂かい。よっ。おい、ばあや。はい。ぬるいぞ。ぬるい。そうですか。うん。どれ、どいちょ、どれさ、どいと、はい、注意、どれさ、どこ、ちょんと、はい、どいさ、どこ、どい、どんと、どれな、あ、どこ、ど、どい、どれ、どいちょ、どれ、にの、しめた。
そうだね。さっきも見せたんだが、そのごまの振りかけ方大したもんじゃないか。パラッと振ってしつこくもなく、そうかと言って気が抜けてもいない。先生、お一ついかがでございますか。そうかい。ゆうごさん、とってもお料理が上手なんでございますよ。でもね、いろいろ気にかかることがございましてね。ん？何がそんなに。ゆうこさん、何のない娘なんでございますけど、料理の上手な女は色好みでございますからね。そういう説は初耳だね。しかし、ゆうこさんに何かそんな素振りでもあるのかい。いいえ、とんでもない。でも先生、うちの俊蔵はゆうこさんが来てから人様に手紙を書く道楽パッタリをしてしまいましてね。この分だともしかすると俊蔵の方で熱くなるんじゃないかと案じられるんでございます。むしろそれも結構なことじゃないか。姉さん女房ってのも悪くないってことだよ。じゃあ先生、俊蔵と優子さん一緒にさせるんでございますか。むしろそれも結構なことじゃないか。だって先生、優子さんは。なんだよ。なんだよ。どうしたって言うんだい。お茶入れてまいりましょう。あんたはこの間の事件を咎めようというのかね。あれは優子さんの責任じゃないよ。あんなことで優子さんの値打ちはこれっぽっちも変わりゃしないよ。でも先生、せがれの嫁には嫌だというのかい。あんた、気の毒な娘だって同情してたじゃないかい。いいお嫁の口を世話してやってくれって言ってたじゃないかい。先生、それは確かに。でも先生。なんだい。いいえ、ですからね、私は何にも。ん？でもね、でも先生、優子さん大阪にお父さんがいるそうでございますから、多分お父さんが反対を。そんなことはないさ。事情を話しはお父さんだって喜ぶに決まってるよ。そうでしょうかね。本当に困ったことに。先生、もう一ついかがでございますか。もう食べないのかい。それじゃ。罪は臭いと思ったよ。ああ、こんなもの持ち込んだんですね。おお、あ、言うかもない。リアカーに乗って逃げたらしいんです。私がうっかりしてたんです。そんなことはない。奴らがすばしっこいんだ。いや、私がいけないんです。一緒の部屋に行って見て見ぬふりしてたかと思われ。お町さん、そんなバカな。先生、リアカーは俊蔵の責任でございます。あんなとこ置きっぱなしにしたのはいけないんでございます。それにしても急に雲が降りして、まあ、なんていけつかないリアカーなんでしょう。いいよいいよ、リアカーは病院で弁償させてもらうよ。いいえ、困ります。弁償なんか、入院料も手術料も払いできないのに、そんなことしていただいたら私ここにいられなくなります。それはいけない。それじゃあお待ち、責任は両方にあることにして、リアカーと入院料を差し引きにしてもらおう。そうすればあんたも安心して入院していられる。でも私そんな勝手な。よしよし、五助院長、注射の支度をしてくれ。はい。もうあと一週間の辛抱だから、おとなしく寝てるんだよ。さあ、減満するね。
すいません。よかったね。22と開いたか。23とコスむか。なるほど。どうしました、リアガード泥棒捕まりましたか。ダメさ、案の定住所不明さ。おじさんがいけないんですよ。患者が貧乏だとすぐ同情して甘やかすから足元見られるんです。しかしね院長、金持ちはどこの病院でも大いばりで行けるけれど、貧乏人たちはそういうわけにはいかないからね。いわ人実。簡単なようで長い年月を経てる言葉だよ。お、院長、飲まないかい。ええ。さあ、飲めよ。しかしつまらないですね、医者って商売は。そうかね、なぜだね。朝から晩まで病人の心配ばかりしてて、自分のことを考える暇はないんですからね。自分の生活とか自分の幸福。そりゃ院長、いや私も考えたよ昔。他にもっといい商売があるんじゃないか、もっと素晴らしい生活があるんじゃないかとね。それでどうしました、その時。どうもしないさ、女房もらった。誰でも見る青春の夢だからね、女房もらうと忘れる。そんなもんですかね。五助院長も女房もらったらどうだ。いい子だ、わしも賛成だよ。誰のことですか。隠すな、知ってるよ。パキさん。おじさん。パキさん。はい。おじさん、お呼びでございますか。もう寝てたのかい。はい。俺あれどうした、あの2階の患者。はい、先ほど8度5分でした。まだ高いね。当分安静だから気をつけて。はい。あ、さ、もう寝よう。さあ、これ片付けておくれ。さあ、もうあんたも寝なさい。はい。また鳴ってる。ちょっと出てくれ。はい。はい、三雲病院でございますが。は？あ、駅前の八重さんでございますね。お産ですか。はあ、先生はもう、先生もお休みになったんでございますけど。はあ、あ、明日の朝でよろしいんでございますね。はい、承知いたしました。はい、では大事に。いや、子供うむやうやだ。確か8人目だよ、今度産むと。この頃多いですね、おさん。多い。満足に育てる能力のないものがやたらに子供を産む。愚かなことだよ。産むことより幸福に育てられるかどうかを先に考えることだよ。それが本当の親の愛情だ。さあ、寝ようかね。とにかく生まれたからにはみんなが幸せになることだよ。親も子も男も女も。私にはもうその資格がないわ。そんなことないわ。どんなことがあっても気持ちさえきれいなら幸福になる資格はあるのよ。そうよ、そうでなかった女は惨めやわ。ダメよ、引っ返しなきゃ。強くなって幸せになって、ひどい目に遭わせたやつを見返してやんのよ。ねえ、約束しましょう。私たち同じような災難にあったのよ。だから同じように幸せに。どなた。もっと早く来ようと思ったんだけどね、どうしても工面できなかったんだ。何の金さ、入院の金がいるだろう。柿吉さん、まあ俺に任せとけ。
身の島のうちじゃどうちゅうんだが、他にも心当たりがあるんだ。二三日うちじゃ。いいのよ、入院料はリアカーと差し引きにしていただいたから。リアカー？だからもうそんな心配してもらわなくてもいいのよ。私の病気はあなたの言う通り身の島のせいだったのよ。その気持ちだけで、その気持ちだけで私。お待ち、良くなったら田舎行こうな。俺はヤクザの足を洗おうと思うんだ。本当？うん。兄貴のやつがね、どうしても指詰めろってんだよ。指の一本ぐらい惜しくはないけどさ、このおいぼりちゃんはつまんないこと嫌がるもんだから、お袋のシワだらけの顔が目の前ちらつきやって。俺は田舎へ帰りたくなったんだ。お袋一人で荒物屋やってるんだ。それ手伝うんだ。ねえ、私も連れてってくれる？うん。もう博打もゆすりもやらしないよ。
今日は私の休診日である。やっほー。優作は担ぎ屋として参加を許されたのである。仕掛けをしてやろう。おお、なんだ乱暴しちゃう。お、手ぐすがない。おい、手ぐすがないよ。はてな、こりゃしまった。大事な手ぐすを忘れてきた。先生、どこで忘れてきたんですか。そう、もし分かれば僕取ってきます。どこだっけな。あ、電話のとこだ。え、電話。うん、今朝弟子団に患者のとこから電話があったんだい。わしは手ぐすの束を持って電話に出て、そのまま、そうだ、確かに電話のとこだ。あー、分かるわ。分かんねえ。でもな、俊三さん、ん、ハイキングに来たと思ったらええやないの。うん、そうだね。むしろその方が君たちにはロマンチックだね。ええ、さあ行きましょうね。うん、行こう。あ、いや、あ、行きましょう。いや、いやわ。ねえ、俊三さん。うん、やっぱり先生、優子さんはロマンチックで男性的なんですね。いや、伊香の山のわらび狩りということもあるからね、女性的で古典的なんだよ。俊三さん。さあ行くよ。よいしょ。わあ。本館をかかっちゃる。岡崎中尉。ん。さあ。我々は大休止だ。切れたやつだ。とんだものを連れてきたよ。よっ、よっと。
です、国井殿。これは。テグスは確かに電話の下に置き忘れたんだ。が、この電話でその夜、私はまたも奇妙な宴会に招待されたのである。はいはい。あ、警察の署長さんでございますか。は？は？久保って。は？久保って伺えばよろしいんでございますね。ですかな、これは一体何か訳があるんですか。いや先生、対応ありませんのです。毎度警察医としてお骨折りを願っておりますので、そのご慰労の意味で一個どうだ。そう、それじゃあまあ。社長。ん？あ、先生、ちょっと失礼します。さあ、君よ。あ、君よ、君よ。あ、さあ、はったはった。男は時、女は秋だ。兄さん、どうだい。やんないかよ。どうだい。ねえ、ちょっと出るか、半年出るかだ。それははったはったよな。よし。あ、いいじゃん、いいね。気に入ったぜよ。よし、なんだ。あ、もういいね。もちろん。ありが聞いた。おい、どうした、どうした。やれ、やれ、びくりするぜ。そうだ、高高い。あ、みなさん、やるよ。どうしたか、当たってたわ。先生、ちょっと失礼いたします。マスキュー君、先生にどしどしお酌をしてくれ。飲みかつ歌い陽気に触るんだ。酒は口よりり、恋は目より色。音楽は大事だぞ。それ音楽。出たり入ったり。さあ、あったね、あったね。さあ、僕もあったね。よし、よし、勝負。うあのバカ騒ぎは油断をさせるためかい。前へ出だな。あ、おい、お前はリアカー泥棒。その行為卑怯だ。ストップ、ストップ。あ、ごめんなさい。リアカー返しましたよ。こら、無理だ。いけ。無理だ。病気だというのに、どこへ熊を病気してたんだ。どうも、愛人はね。お、君は角吉君。角吉君、これは何だ。なんていう有様だ。君はヤクザの足を洗ったんじゃないのか。
お町さんと一緒に田舎へ帰るはずじゃなかったのか。先生、うん、俺はお町の入院料が欲しかったんだ。入院料？金がなくて気兼ねして入院してるのはかわいそうなんだ。それで博打をしたというのか、バカ者。その声お坊、何を言うか。お前も身にしみて考えろ。それもそれってろくざしばかりだ。みんなみっちり救世来て来い。先生大変です。あ、先生どうしたんだい。お町さんが家へ帰ってきてしまったんです。なんだってそんな真似をさせるんだい。それじゃ病人は助からないよ。それが先生、院長先生は往診に行かれて、薬局さん買い物、看護婦さんはお洗濯、バヤさん居眠り、その隙にこっそりと。あんただよ。あんたはいけないんだよ。あんたがリアカー盗んで。おばさん、リアカーね、ちゃんと返したよ。それがいけないんだよ。そんな余計なことするからお町さん病院にいられなくなるんじゃないか。リアカー帰ってきたのかい。先生、お町さんリアカーと入院料と差し引きにしていただいて安心してたんでございます。リアカーが帰ってきたら入院料を払わなきゃならないじゃないか。それをこのトンチキが余計なことしてお町さんの目算ぶち壊したんでございます。先生、お願いです。お町を助けてやってください。うん、おい、バツ。あ、先生、お願いいたします。先生、お待ちをお願いします。先生、うん、さあ、行こう。グリーノ。おう、大変です。航空兵が逃亡しました。ご主人対策の山。そんな暇はないよ。グイノ、危ないから降りなさいよ、降りなさいよ。ご一緒に。お爆さんまんだがさらなしんだまかるまださらたむったらまんかんのお爆さんまんだがさらなしんだまかるさ。あ、先生、どうぞ。ようだよ。急性肺炎を併発したようです。とりあえずペニシリンと強心剤を打っておきました。熱は40度です。なぜ病院にいないんだね。せっかく良くなりかけたのに。リアカーなんか戻ろうが戻る前に気にすることないんだ。でもね先生、大町さんの気持ちを考えると涙がこぼれるんでございます。大町さんだって命が惜しくないわけじゃございませんからね。ただもう貧乏だからしなくてもいい遠慮して。先生、どうか助けてやってください。こいつには苦労のかけっぱなしで、私はボロクソ兄貴のこっちょだが、やっぱりこいつはかわいいんだ。そうずらそうずら、先生見ろし、竹さんが泣いとるじゃん。先生、おまちゃんもダメなんですか。妹はもうダメなんですか。先生とゲームしたのに。いいんだよ、分かってるよ。ただね、もう少し甘えてもらいたかったよ、娘のように。私ももっと甘えたかった。でも申し訳なくて。お町さん、ダメよ、しっかりせんと。約束したいないの、もっと強なって、もっと幸せになる言うたらないの、町さん。先生、病人は行けないんでございましょうか。どうだな、五助院長はどう思うな。僕は大丈夫だと思いますが、うん、二度と今夜のようなバカな真似をしなければね。それじゃあ先生、お町は大丈夫なんですね。妹は助かるんですね。柿地君に頼まれてるから、めったに死なすわけにはいかないよ。ありがとうす、ありがとうす。なるほど。グリーノ、航空兵はついに行方不明であります。それは多分傷が治って帰還したんだろう。あれは少年航空兵だからね。
両親のところへ帰ったんだろう。内地機関か。さあ注意殿も早く宿舎へ帰ってお休みなさい。あ、病人だからね、静かにしてくださいよ。つまらん！優作さん、闘病はそのままでよろしい。白状、何を言うのかはずか。はい。おい、どうした？待って。来い！全員集合わかるか？早くしろ、早く！よしよし、行くよ、行くよ。上官の命令じゃやむを得んだろ。五助委員長、頼むよ。ゆうこさん。ああ、ビーソクにせんか、ビーソクに。つくー！注目。これ、ゆうさく。セーター、セルスか、セルス。ああ、みんなに言って聞かす。本日、賢くも恩師のお菓子を賜った。官給のほか、さらに何者もなしと申し立てまつる。よく慎んでいただけ。これより召喚がお前たちに配る。そうかい。静止。上開け。じゃあかんか。注意殿、航空兵であります。やっぱり調理へ帰還したんだ。ほらご覧、父もいる、母もいる、兄弟もいる、幸せな航空兵だ。つくー！それではこれより航空兵の内地機関を見送る。クマ右向かー！えっ！シュワー！ガー！こら、ラッパ師は何をしてるか。